みんなさ、体操着ってさ、毎日持って帰って毎日洗ってた派？で、僕さ、2日に1回ぐらい派だったんだけどさ、これっておかしいのかな？毎日洗ってたの？さすがに服は嘘でしょ？女子でそれはやばい。え、みんな、ちゃんと僕はね、女子としてね、成り立っておりましたよ。どういうところかと言いますと、女子更衣室ってすごいいい匂いすんの、女の子の。あれはね、脇にシューってするね、なんかなんとか剤とか、汗かいた時に体を拭く、なんかビオレの汗拭きシートみたいなのとか、そういうのをね、みんな必ず常備してたわけよ。だから僕もそういった女子のなりわしには、逆らわないように、同じようにやってたよ、ちゃんと。そういうの僕もね、気になってたからさ、嘘つくな！ほんまです！ほんとです！汗拭きシートを持ってました。高いけど買ってました。あれないとね、もう女の子としての尊厳失われるからね。女子はね、やっぱりね、同調圧力じゃねえけどね、同じものじゃないものに厳しいからさ、マジで汗かいたのに、ありえないんだけど、みたいになるからね。ちゃんと僕は従ってたよ。今も持ってる？ね、実際のとこ僕は持ってる。え、すごくないか？実際のところ僕は持っている。え、毎日シャワーを浴びた後に、なんかその、なんか脇に塗るやつを毎日塗ってるし、毎日洗わないのにそれはする。いや、違うのよ、ちょっと。洗ってます、ちゃんと。汗拭きシートを僕はなんなら楽屋に置いといてあげたレベル。この面の楽屋に。3D 配信ってさ、結構ね、暑かったりするの。リハーサルの時とか結構みんなさ、汗かいたりしてて、それでね、汗拭きシートがさ、あるといいかなって思ったんだけど、なんかさ、誰がじゃあ補充すんのって話じゃん。だから気づいた僕がね、ちょっと補充しとこうかなと思って、偉い。でしょ？みんな収録の時はね、疲れるからさ、でも部屋は汚い、ふざけんの、マジで。部屋汚くねえよ。あとここにいる誰しもがさ、一度も僕の部屋なんか見たことなくないっすか？いろんな人がカナタンの部屋は汚い汚い言うことにね、騙されてるんだよ。それはね、みんながね、配信を面白くしようという気持ちで、ちょっと持ってるだけだから。多少段ボールはあります。それは認める。でもそれだけだから。本当に。会長が再現してた？シムズみたいなやつでしてたね。うわ、びっくりした！そんなことある？でっけえネット。